はようございます。あれ、超久々じゃないですか。なんかあれですね、以前湯本で足湯に一人で入ってたカメラマンじゃないですか。運がいい。え、運がいい。あの時買ったっけ。あの時出たじゃないですか。あれ、覚えてないけど。ど根性ガエルで一撃3万発あ、やった。あれ、今日勝てるの。勝てる。え、勝てる。マジで。あ、勝つために来た今日。勝つために来た。やったっていうか、ちょっと今急にテンション上げすぎたけどいや、だってさ、足湯勝手に入ってさ何、私藤あたりを放置する人じゃん、まあ久々なんでね、今日はちょっと楽しく行ってこうと思うんですけど、今あれなんですよ、前々回がここの藤沢店で、ゲッタマウスで勝利で、前回が南国物語中野店で勝利、今回3連勝を狙っていくので、分かってますよね。分かってますか。パワーあげるから。やったやったもう負けたらさ、いや負けたらはない、誰あ、勝つね。よかった。あ、勝とう。あ、早く勝とう、早く勝とう。いや、でも、負けたらもう来ないよ。前回6月3日に南国物語ビッグカン2500ハマってプラスにしたので、今日は2500ハマらないで出したいと思います。さあ行こう。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、今日大輝くんいないんだけど。あれ、いつもここに大輝くんがね、待機してるのにいないよ。大丈夫大丈夫。さあ、わ、はぁですね。え、ほら、他のお客さん見ればそうだけど、みんな角から座るからね。最近ちょっと角の印象ついてきたから。あ、南国さんいた。いやー、どれもどれですね。どうしよう、どうする、どうしますかね。2分1、向こうの角がこっちの角、ま、左右しますか。わかりました、決まりました。2分の1ね、南国物語。いい、前々日こっちの方がへこんでるんで、で、一応前日がね、なんとなく初当たりが軽い印象なので、はい、こちらから打っていきたいと思います。はい、それでは前回に引き続き南国さん打っていきたいと思います。キュイン。いや、なるわけねえか。さあ、はい、この南国さん、前回ね、ちょっと忠実打ったんで、
そこそこ分かってきました。設定推測要素としてはまず一つ、チェリーからのボーナスとスイカからのボーナス、ちょっとね分母が大きいんですけど、まあ1日打って1回2回見られれば高設定の期待度が上がる感じですね。あとは77ゲーム以降のビッグ選択率ですね。基本的には初当たりがレギュラーなので、まあ、そこでビッグが揃えばそこも設定差が出てくるん で、あとは設定6に限っては、モードが上がりやすいので、まあ、簡単に言えば必勝 C に上がりやすいので、まあ、大体3回4回で、超ときめきに上がるような台は高設定の期待度が上がると。とにかく設定6に関してはボーナスを引けばモードは上がるという感じですね。まあね、前回の動画を見てくれた方は分かると思いますが、途中ねビッグカー2500以上はまったんで、そういう風な怖い時もあります。で、朝一この南国物語カード台の選択なんですけど、まあ、今日ちょっとね常連さんの動き見ててもやっぱり角から埋まってくんで、まあ、いつもね撮影の時は角が強いっていうのと、この南国さん前々日がめっちゃハマってて、前日の初当たりが軽い感じなんですよね。なのでまあ上げ狙いというか、まあ、ワンチャン前日も高設定であって今日据え置きみたいな、そんな感じの狙いですね。おー光った、189、早いね。はい、バケ。いやー、やっぱキュイン嬉しいね、キュイン。いやー、南国打ってよかった。さあ、投資が200枚なんで、ね、180回しても200枚ですからね、超回るよね。ただレギュラーは50枚取れないんでね、ほぼほぼ子役みたいなもんですね。はい、満月。さあ、ここの32ゲームでキュインとなれば超ときめきゾーンに突入しますからね。32ゲーム間の、まあ、パチンコで言えば SD ですね。継続期待度は 80% なので、ガロの ST と一緒です、マックスです。やれるときはやれます。まあ、言ってみればこのときめきゾーンが、まあ、時短中みたいなもんですよね。時短中に引き戻せば SD に入るみたいな。はい、32。でもここにね、ゲーム数ついてるといいですよね。カメラ的にすぐ分かるからね。はい、そしてこの32超えて76まで、ここでボーナスを引けば 50% でビッグボーナスになるんで、ここも結構重要。で、77ゲーム以降はほぼほぼレギュラーになっちゃうので、まあ、ここで折り連鎖して 50% にかけると。よいしょー。いやー、惜しい。79だって、もうちょい早けやさ。
2分の1なのにさ、タイミング悪いよ。79まさか、あーダメだ、79負けん。さあどうだ、あーまた負け、あー今流星流れたよ。はい、今流れ星が流れたんで飛翔 B 以上確定です。ということは飛翔 C の可能性もゼロじゃないんで、ここはちょっとキュイントキュイントね、キュイント、はい、ほら来たー、ほら来たよっしゃ頂点5ゲーム負けたけど全然 OK。 いやーさすが継続は 80% だよね。いやほら南国楽しいでしょ。ああ。いやー今日一日地獄を見ないで楽しく打ちたい。でここにネッシーとかがいれば32ゲーム以内の、ね、天井が選択されてるんで、まあとにかくこの32ゲーム以内に20分の1をいかに当てるか。そしてその上位モードがあるんですけど、超ときめきゾーン、フリーズとかね、そういう特殊な景気で移行したりもするんですけど、超ときめきゾーンは14分の1約で、キュインってするんで継続期待度は 90% ですね。そこにぶち込んでしまえばもう止まらなくなってしまうと。おっしゃ、あ、これはボーナスですね。16ビッグ、やっぱ ST みたいなタイプだと毎回ドキドキするよね。これゲーム数で決まってないですからね、常にこの自分のレバーで結果が決まっちゃうんで。おっしゃー、うまいね、うまい、おっしゃビッグ確定17、はい、おっしゃー、あれこれやばいね、これやばいね、これまんまいっちゃうよ。はいビッグ4、あれなんか南国プロになれそうじゃないですかね。南国さん最高いやー、おっしゃ、あ、終わんない、終わんない、これはあれは来た、はい負け7、さあほぼほぼ1000枚、31、終わったーまあ十分でしょう。ここから頑張って76までに当てれば2分1ビッグ。ああ、そういえば今超ときめきゾーン抜けたので、一応引き戻しゾーンっていうのがあって4分の1で天井が222ゲームが選択されるんで、まあ、ワンチャンそこでもねボーナス引ける可能性があるんで、
天井の選択率なんですけど、南国なんで759ゲームが 50%、残り 50% が999ですね。まあ大してね変わらないですけど、前回がそうだったんですけど、引き戻しの場合はおそらく223ゲームで告知されるのではないかと。前回は222ゲームで遅れが発生して223ゲームで告知が出ましたね。はい、あ、遅れない、あー、ダメでした。まあ4分の1は北斗強敵で中段チェリーを当てるみたいなもんなんで、まあそんなもんですよね。あれ、なんか祭りが終わった空気がするんですけどやばいなこれ、祭り終了したかもしんない。あー来た、結構かかった503。いやー、最初のロケットスタートは何だったんすか。いやー、いや、わかんないな。これも単発、あ、これ1234連続単発の台ですね。これちょっとときめきゾーン行くまで打ってみましょうか。もうちょっとハイエナで今日は。はい、それでは南国さん2代目、前日レギュラーで4スルーの台、こちら打っていきたいと思います。わあ、前日もめっちゃへこんでるから上げの可能性も期待しましょう。南国の一勝 BC 狙いなんですけど、4スルー5スルーからはときめきゾーン行くまで打っちゃってもいいと思うんで、まあ、そういう台、まあな、おきどきで言えばモード B 狙いですよね。ただやっぱりあの初当たり引けないと、結構投手もかさんじゃうんで勝率は低くなると思うんですけど、さっきも一撃で1000枚ぐらい出たんですけど、超ときめきゾーン行っちゃえばもう 80% ループなんで、ワンチャンあると思うんで、ある程度単発が続いている台は本当は追っかけてもいいかなと思いますね。ただね、そういう台って低設定の可能性も高いんで、ってなるとね、初当たり自体が引けない可能性もあるので。いや、全然当たる気がしない。はい、追加投手いきまーす。よっしゃ、勝った、危ねー。209、
おっしゃー、はい、187、32、あー最悪ですわ。いやー引かんない引かんない引かんない。角がさ、初当たりビッグなんですけど、俺2分1外したんじゃねえのこれ。向こう側なんじゃねえの構成って。いやマジかよ、そりゃないよ。これいつまで打ったらいいですか。やばいよこれ。あーもう南国当たんねえから疲れましたわ。あれですよ、ちょっとあの近隣の方が教えてくれたあんかけスパゲッティ横井、創業50年、名古屋名物だって。ほら名古屋名物、ほら来た名物ということで、いつも夜食べるんですけど、あの南国がひどいんで今回はお昼に名物を食べたいと思います。最高、ここで気分転換して一撃3000枚出すから、はい、乾杯乾杯。もうそういうさ現実をさ思い出すようなこと言わないでくださいよ。はい、ではあの名古屋名物横井スペシャルです。スパゲティが普通にあの塩スパみたいな感じで横井ソースですか？そんな感じが乗ってるみたいなので、ちょっとなんかステーキ食べるみたい。あ、中めっちゃレア。いや、これ焼き石につけるらしいんですよ。ほら、いただきまーす。超うまいです。普通にハンバーグで、あのご飯で食べても全然いいと思います。これはこのソースをつけて食べるんですかね、絡めて。横井ソースを絡めて食べる。いや、でもあんかけスパゲティって珍しいですよね。普通ミートスパゲティとかそういう感じなので。これは超うまいです。あの塩スパゲティにちょっとしたソースを乗せて味を濃くした感じですね。めっちゃ伝わらなそうだけど。あ、そういえばあのあれですよね、今日のカメラマンの方ってなんかグルメ番組やってるんでしたっけ？どうですか？いいですよ。美味しいです。美味しいです。わかりますか？じゃあ食べますよ。はい、それでは横井のスパゲティ食べてきたんで頑張って出したいと思います。ていうかね、めっちゃうまかった。塩スパにちょっとしたねデミグラスソースが、美味しいソースをねかけて食べてる感じだった。多分ね、また来たら食べるかもしれない。で朝一迷ったね、角台今めっちゃ出てるんですけど、朝一の二択間違ったよ。最後の1万円、もう財布に1万円入ってないからね、なくなったらお金貸してください。いやーもう当たる気がしない。はい、700、もうちょっとせめて759で当たってください。はい、南国遅れなかった。うわー来たー、50
ルッパー外したんですけど、なんでもう999なんかね。あー光った。いやーしんどいしんどい。818。あ、11。あー32。あといくらお金使えばいいんですか。なんだろうこれ。もうこんなんキリないよね。いつ当たるかわかんないもん。うわもう無理無理無理。いやー南国マジ角だったわ。もうやんなったわ。いやー心折れんな。いや今視聴者の方にコーヒーもらったんですけど、このね心が折れてる時にね本当に、ね、声かけてくれるのはめっちゃ嬉しいね。いやーもうね心がすさんでるからね。なのでねハマってるとよく怖いとか言われるんだけど、怖くないからね。あのね笑顔作れないの。笑顔作るの苦手なの。はい、ということでパチスロのコードギアスがまだ導入されてないのでちょっとね、198分の1ライトミドルのギアス見た目が良さそうなのが空いてたんでこれでちょっとね今日は癒されようと思います。もうやっぱねパチンコはもう当たる当たらないなんである程度の期待値がある台を打てばまあまあね頑張れるかなと思うんでね。はい、ちょっとお試し打ちしたんで隣に移動したいと思います。はい、それではコードギャスパチンコ2台目いきたいと思います。ああ、堀江が緑になった。おお、ギジジなのに軍が出た。 C2 軍が出た。バーンバーン。よっしゃ来た、よっしゃ来た。うわー、チェックメイトだ。あれ、いや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 、ほらここ赤いでしょ今文字。いや復活でしょまさか。あやややややや、え、はい、なん今軍出たじゃん軍。ああ、ギジさん行った。珍しい。本日初のギジさん。あ、激アツ。よっしゃ、激アツ。はい、しかも7のリーチした。さあ、これ外したら帰ろう。はい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 。
はい、全部知ってるよ。ゼロのことも、君が人を殺してしまったこともね。あー、レインボーめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗。いやーよかった、何も当たんないで終わる可能性があったよ。危ないよマジで。いやーテンション上がる。さあ ST ね、必ず入るんでこっからは勝負だからね。さあ ST 突入。あー緑保留、サイドアップ中。あー赤保留になった俺はもらったでしょ。さあいける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 、1-0、はい、いったー。いやパチンコ楽しいパチンコ楽しい。さあ SC 残り18なんでこれは当たってほしい。いやーうまいね、パチンコうまいね、ギリギリで。よっしゃ残り18。はい、3連チャン全部16ラウンドだったんで全然 OK でしょう。あれ銀さん行ったよ、いきなり。あらららららら、あれこれ当たっちゃうじゃないのこれ、3回転。さっきカレン負けたからね。チェックメイトだ。はい、来た。はい、来た。三回転。よっしゃ。じゃあやめますか、キリのいいところで。本当はなんかもうちょい行きそうだったのに、今日は中途半端でしたね、うん、しょうがない、行きましょう。お疲れ様です。いや超疲れましたね。どうですかあの南国、楽しかったでしょ見てて。楽しくないって、最初トンっていくと思ったら、うん、まあ、そう言われると感無量です。思ったでしょ、あ、今日いつもと違うって思う。餌を与えないでください、マジで。もうあのパチンコもそうだけど、あのやれそうな瞬間は何個かあった、うん、やれなかった。今日あの愛知名物は夜ね、いつも行ってるんですけど行きません。なぜならお昼に行ったっていうのと、
負けたので一緒にご飯を食べたくないからです。今日は一人で帰ります。お疲れ様です。